皆さんこんにちは。今度ついにプロポーズあれちょっと今度ついにプロポーズをすることに決めました。なんかせっかくだから動画に残させてもらうことにしました。いきなり YouTube に登場してくれっていうと変かなと思ったんで、まあ一回僕は柴田さんとパチンコ行った時に彼女いるってことも言ったから、顔とかは出さないでいいから、まあ一応存在だけ出てみたいな感じで、ジムのスポンサーをしてくださってる自作、あの築地にある料亭ですねの自作さんにご協力いただいて、食事いただいて、自作では和装とかの試着会とかやってて、まあ、結婚式とかもやってるんで、食事が終わる頃によかったら和装しませんかっていう風に提案してもらって、借りて和装してそこでプロポーズできたかなって思ってます。目通りに行くかは分からないですけど、気持ちをちゃんと伝えれるように頑張ろうと思います。皆さんこんにちは。ついに明日になりました。一体大丈夫だろうって思ってたんですけど、つい直前になるとなんかドキドキしてきますね。もし失敗したら最悪ですけど、それでも動画にしたいと思いますんで頑張ってきます。皆さんこんにちは、ひろえです。築地の自作さんにお邪魔してお食事をいただきに来たので、皆様にもご紹介したいと思いますので、ぜひ行ってみましょう。部屋に着きましたけど、早速すごいです。なんか何でもすごい知識がいいんですよ。絶景ですね。すっげえね。バレンタインなんですけど、実は彼女と来たので乾杯。ハッピーバレンタイン。おいしい。幸せですね。その隣が相葉のローソンですと、このいただきます。おいしそうだね。なんかいいよね、お昼からこんなね、なんていうか、それそれ、優雅。うん、味の音もすごいね。美人。うん、食レポしてみて。じゃあ交代交代にやってみるよ。じゃあ俺、これね。うん、皿がすごい。海苔が絡んで、とても美味しそうです。まろやか。昔の味が効いて、すごい。海苔とめちゃくちゃ合う。いただきます。うん、海苔とか、からしの香りが口いっぱいに広がってきました。お祝いとかさ、なんかの時にさ、こういうとこ来れるとめっちゃいいよね。ね、すごいよね。本当に感動するもんね。20代の時とかってさ、お祝いってなったら割とさ、イタリアンとかさ、確かに、こういうとこに来てほしいよね。そう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 、だから来たいなっていうきっかけになるといいね。どうぞ。エコー。ああ、この動画が。そうそうだね。プレゼント用意しておきます。バレないかな。大丈夫ですか。よいしょ。うわー、めっちゃ美味しそう。この味噌もちもちもち。神戸牛だってよ。高校生の時から付き合ってたんでね。うん、一回別れてみたいな感じで、16の時だったと思うな。高1と高3格闘技に行ける。第一印象、ファンからだったので、初めて本当に会った時は、泣いてトイレに駆け込んだっていう、ヒロヤのパパとママと赤いのとお姉ちゃん、逆に第一印象だと思います。泣いてトイレに駆け込んだ人、かっこいい、嬉しい、みたいな感じでしたね。あ、こんな綺麗な人が、こんな会っただけで、こんな喜んでくれるんだなっていうのを思ってたかな。本当に。待って待って、初めて聞いた気がするよ、それ。いや、初めて届く。昔のそのアルバムにタイガと私とで一緒にスパーリングをしてる写真とか。タイガと子供だよね。ほんと子供だよね。そうですよね。あの頃はね、タイガも全然喋ってくれなくて、ちょうどそういう時期だったから、私がどんなに喋りかけても、
あ、とかなんかそういうのばっかだったよね。それ懐かしいね。懐かしいよね。そう考えたら今喋りやがったの。いや、めちゃくちゃ喋るじゃん、タイガなんて今。あー、寝ないでね。めちゃ美味しい。この同棲のご飯ずっと食べれるね。めっちゃ美味しいよね。美味しい。ほんと美味しい。美味しい？幸せそう。食べてる時が一番幸せそう。はい。ちょっといつも言ってくれますか？どうなんだろう。少し。最近。最近言う、言う。最近言ってくれます、ね。ありがとうよく言ってくれるよ、ね、ありがとう。恥ずかしい。バレンタイン何作るの？デザートが来たらですね。会員。意外と会員、ね。そう、めちゃくちゃ会員。なんかだからサプライズとかもすぐ気づかれちゃうんですよね。美味しかったね。いやー。時間を過ぎる。うん。あ、ですか。じゃあ本日あの和装店の本をしておりまして、はい、もしよろしかったら今日のとき来てお写真撮っていただくこととかもできるんですけど、どうしますか？ちょっと。お願いしてみる？お食事終わったらこちらに。はい、ご案内いたしますので、ごゆっくりください。すごい、嬉しい。ちょっとセットしてくればよかったな。いいバレンタインデイ。いいですよ。開けていい？はい。それはお家で読んでくださいね。英語で、英語で書いてみた。あ、それはいいな。なんていうの？フロランタン。フロランタン。うん、それでは、後でいただきましょう。そうですね。うん、ありがとう。実は、これからもプレゼントがあるんですけど。ねえ、いいから、そういうのね。なんでしょう。本当に？どうでしょう。え、本当に？え、本当に？あ、そう。何でしょう。これ、一体、プレゼント。嘘？これで何が出てくるの？Ha ha ha!
だね、練習だよ、練習だよね。確かに。やめなさい。ありがとうございます。本当にありがとう。ありがとうございます。
もうびっくりだよ。一ミリもないじゃん。築地さんから、そう、平井さんにお世話になっているので、お二人に、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。